まずその1点目のですね、第2次安倍政権期における歴史認識をめぐる問題ということで、まあ、ざっと年表をですね、見ていただきたいと思いますので、9ページご覧ください。でそれから、まあ、日韓関係ということで言えば、その月の25日ですね、麻生太郎が、韓国を訪問して、これは大統領就任の時にですね、麻生が行くわけですね。でそこで会談をして、未来志向の関係構築で一致と、まあ、これは新聞の見出しなんですが、ただ、この時に麻生はですね、日韓の歴史認識の違いを前提に議論すべきだと、まあこういうことをですね言っていると。だから、日韓関係というのはその歴史認識はお互いに違うんだと、まあこういうことをですね、パク大統領に堂々と言って、で、まあ、その反発を買うということがあったんですね。で、その先ほど その先月の参院選が終わった後で、その麻生太郎のナチス発言が出てくると、こういうことで、まあ、非常に歴史問題を考える上ではですね、題材に事欠かない、ここ半年であったと。